おはようございます、なごみ家です。今回は僕の普段使っている仕事効率化を助ける学習アプリを全部でね8つ、9つほどご紹介していきたいと思います。というのも僕は普段会社員として働く傍らでこういった YouTube での発信活動をしているので、本当にこうインプットしてアウトプットしてみたいなのを繰り返していかないと本当にまあ身が持たないというか頭が持たないというかね、そういうの結構高い頻度でやらないといけないなというふうには感じています。いろんなアプリを通して、まあ、そういった日々の学びみたいなのをね、できるだけ楽に自由にやろうと思っているわけなんですが、今回は僕がこう日常的に使っているアプリの中で、まあ、普段のこう学びみたいなものに役立っているものを厳選してお話ししていこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。さて、もう早速普段使っているアプリをね順にご紹介していこうと思うんですが、日々情報を追うみたいな観点で使っている、まあ本当に僕これがないと結構しんどいなというふうなアプリがあります。それがこのフィードリーというアプリですね。知ってる方はもう十分にもう昔からあるようなサービスだと思うんですけれども、これはですね、まあ、RSS という仕組みによって登録しておいたウェブサイトの新しい記事が更新されるとこれをまとめて並べてくれるというようなアプリです。ここら辺ですね、ここにあるやつです。これを登録しておいて更新されるとその新着記事が全て届くようになっています。YouTube はまあチャンネル登録をしておけば勝手に登録チャンネルリストに新着動画が並ぶと思うんですけど、まあ要はその要領でウェブサイトの更新でも同じようなことができるようになっているというものです。 SNS だけではこう知り得なかった情報とかね、アイデアみたいなものに触れられる機会になっています。フォローしている記事を全て、まあ見出しは少なくとも目を通すようにしています。僕はもうこれ全部一旦見て、まあ気になるやつを見ようかなというような感じにしていますね。まあ、ガジェットとかテック系だと、まあ、IT メディアとか、あとはギズモードとか、まあ、ゴリミーとか登録しているんですが、ファッション系も例えばファッションスナップ、フィナム、あとまあ銀座とかもフォローしてますね。あと雑誌のウェブ媒体をフォローしているものも多くて、アンドプレミアムとか、まあ、カーサブルータスだとか、 SNS でなかなかこう自分では出会いに行かないような情報にこう出会わせてくれるような場所として重宝しているという感じです。こんな感じで気になった記事があればこうして読むことができますし、ビジットウェブサイトで Chrome の方でもね開くことができるので、まあこれでちょっと残しておくみたいな使い方もしています。こんな感じでですね、ウェブサイトからも結構情報を得ていますというところですね。だいたい頻度で言うとですね、1日1回かな、通勤中のこう電車の中で見ているような感じです。続いてはまあ同じ要領であんまりこう SNS とかではたどり着かないような情報に、まあ自分の好きなジャンルでも追いつくみたいなところで使っているものだと、やっぱり D マガジンになります。まあ、D マガジンご存知だと思うんですが、まあ、雑誌を読むことのできるサブスクのサービスですね。本当にかなりの数ジャンルの雑誌を読むことができるんですが、僕はまあドコモの D マガジンを愛用している感じです。月額580円になっています。これもまたお気に入りの雑誌を登録しておくとこんな感じでこういったフォロータブのような形で見ることができます。僕はやっぱり先ほどもご紹介したアンドプレミアムとかカーサブルータスに加えて、ポパイとかブルータスとか、まあ、ライフスタイル系の雑誌とか、メンズファッチみたいなこうファッション系の雑誌もいろいろと入れています。先ほどと同じようにいろんな情報を摂取できるみたいなところもあるんですが、僕自身結構こう雑誌っていう媒体そのものが好きだったりするんですよね。なのでまあいろいろと読むっていう観点ではサブスク系のサービスの方がやっぱりお得なので、こっちを使っているという感じです。それぞれの雑誌のこの雰囲気作り、ブランディングとか、まあ、それに伴うこう自由度の高さみたいなものが本当に好きで、毎月ちゃんと雑誌を読む時間を確保しているような節もあります。本当にフィードリーの話と同じなんですが、趣味系、自分の好きなカテゴリーの情報を集めるにはやっぱりネットだけの情報だと偏りが出るんですよね。なかなかこう偶発的な出会いがもうしにくくなっているように思うので、その点雑誌は毎月こう一個テーマががっちり決まった上で、まあ、比較的細かい情報とか、あとそれにこう紐付けた広告の出方とか、そういうのも結構ね見ていて楽しいし参考になるところも多いです。この D マガジンに関しては、まあ、サブスクなのもあって、だいたい2ヶ月分くらいまで、直近2ヶ月分くらいまでの雑誌がまあ読めるようになっています。
いろいろ読んだ中で特に気に入ったものがあれば、もう僕は電子書籍で購入してしまいます。まあ、その購入先がやっぱりこうおなじみの Kindle になるわけなんですよね。本当にまあ Kindle は僕も愛用していて、Amazon の電子書籍のサービスなので皆さんもご存知だとは思うんですが、趣味系のそういった本、雑誌もそうですし、会社の仕事とかでつながりそうなビジネスの本とか、教養の系の本、そういったものが比較的揃っている感じです。結構僕は周りの人に勧められた本をもうそのまま買って、それをこう読んでいくだけでもなかなかねボリュームが多いというか、追いつききれていないので、それでも今十分かなというような感じにはなっています。行動経済学とか心理学とか、あとデザインとか、普通にビジネス書みたいなものまで結構いろいろと入っているところに、ちょくちょく漫画が入っているというような感じですかね。いくつかの本にこうラベルとしてついているこの Kindle Unlimited というこのマークに関しては、僕がこう結構愛用しているサブスクサービスになります。これは Kindle 上の一部の本を月額980円で、読み放題のような形でレンタルができるようなサービスになっています。本当にこう気になった本を割と気楽に試せるっていう点ですごくいいんですよ。だんだんとこう対象の本が増えているような感覚もあって、ちょっと欲しいな、読みたいなと思った本が Kindle Unlimited の対象だったので、もうすぐポチってそのまま読み始めるということもできるようになってきています。だいたい読みたいビジネス本の3分の1か4分の1くらいはこの Unlimited の対象だったりするんですよね。もちろんジャンルによってこれはバラバラだと思うので、皆さんが読むジャンルが対象かどうかは逐一チェックいただければと思うんですけれども、これ980円なので1月1冊以上読めばお得ではあるんですよ。そういった点でも結構気軽に僕は、このサービス利用しています。それこそ雑誌もね対象本になること多いので、 D マガジンと被る部分もあるので、もしかしたらね、アンリミテッドに統一してもいいかもと思う人いるかもしれません。こちらぜひねサブスクチェックしてみてください。続いてはこのホーム画面の上の方に出ている日経電子版です。いきなりお堅いものが出てきましたが、やっぱりテレビあるものの、そんなにこうテレビ見続けている時間は多くないので、嫌でもニュースが目に留まるようにこんな感じでウィジェットとしてホーム画面にも入れてしまっています。大学生の頃は僕ニュースピックスを契約したりしていました。あれも学生プランだと1月500円くらいなので結構お得だったんですよね。ただ社会人になってちょっとこう振り返る中で、ニュースピックスの強みって結構オリジナルコンテンツだったりするんですよ。こう動画とか連載ものとかね、そういったものが僕はこうオリジナリティがあって面白いなというふうに思うんですが、僕は結構こうニュース速報系の記事とかを読むことが多かったので、そういったニュースとかを集めるんであればこうできるだけ偏りもなくかつ速報性が高いものをサービスを使いたいなというふうに思って、ある種の一時情報に近いこう日経電子版を社会人になってからは使っているというような感じです。アプリ自体はもうホーム画面からは消し飛ばしていて、このウィジェットだけ残しているんですよね。でこうバーッと見て気になった記事があるとこれを開くというような感じで、こうなんか新聞の朝刊を読むみたいな習慣が作られているというよりは、こう目に留まったニュース、気になったニュースをこう見るようにしているというような感じです。ここのウィジェットに載っているものということで、結果的には1日に数記事くらいは読んでいるかなという、印象ですね。あんまりこう自発的にニュースを見に行ったりはしにくいなというふうに思っている方は、こんな感じで目に留まるような仕組みを作ってあげるっていうのも一個、やり方としてはありなのかなというふうに思っています。僕も本当に時事的な話とか政治経済系のニュースに触れる機会そう多くないので、こういった仕組み作りでどうにかカバーしているというような感じですね。お堅いというか真面目に見えるかもしれませんが、全然そんなことはないんですよね。結構こう、気になったものだけ見ているような感じです。そして最近ですね使い始めたアプリがありまして、これもご紹介するんですが、スピークというアプリになります。でこれは AI と話せる英会話アプリです。今回このスピークに関してはアプリサービスの方からお声掛けをいただいて、提供という形で、ご紹介をしていますが、結構ねこれ普段の学びになるなと思っていて、なかなかおすすめのアプリなんですよね。本当に僕は英語苦手意識が強いし、実際そんなに上手くないんですよね。大学生の頃もあんまりこう TOEIC とかをちゃんと真面目にやってこなかったんですけど、とはいえ
ああ英語もう少しうまく使えたらなというふうなシーンは日常でたまにあって、例えばこう外国人の観光客の方とかにこうちょっとこう道案内で聞かれたり、本当にこうちょっとご飯屋さんとかで、外国人の方が戸惑っている時になんかこう手伝えたらなみたいなもどかしさがあったり、若干こう英語が使えないことで悔しい思いをしてきた場面もまあありますね。ただこういうのってもう英語に日常的に触れなきゃいけないんですよね。そういった意味で、このスピークに関してはまず何よりも、やっぱり外国人があんまり周りにいない環境でも日常的に英語に触れる機会があるというだけで、一つ、大きな魅力かなというふうに思っています。無理やり英語を触れさせられるんですけど、それがこうかえってね、むしろ学習にはなるのでものすごくいいなというふうに思っています。その上 AI というところも結構ありがたくて、僕もオンラインの英会話とかちょっと検討したことはあったんですけど、やっぱりね人と話すってハードルがめちゃくちゃ高くて、でしかもそこに結構お金を最初にバンと払わなきゃいけないのもなかなかこう勇気が出なかったんですけれども、このスピークに関してはパッとアプリを開くだけでも、英会話の準備が整うというようなところも非常に、気に入っているところです。で AI だけではなくて、結構ねコンテンツもしっかり充実していて、体系だって学べるっていうのもありがたいところですね。僕は比較的こうカジュアルにもパパパッと話し始められた方がハードル低いんですが、どちらのタイプにも対応できるっていうのは非常に、いいところかなというふうに思います。僕は比較的ハードル低く本当にもうパパッと始めたいっていうところもあって、この自分でシナリオを作るっていう機能を日常的に使っています。これはですね、自分の役相手の役シチュエーションっていうのを設定すると、もうそのシチュエーションに応じて会話が始まってひたすらラリーを続けていきましょうというような機能になっています。こんな感じで、自分のシナリオ作成というボタンを押して、ここに最初の設定を入力します。外国人の友達、和食レストランで注文する。はい、これで会話を始めると。 I want to try Japanese food. What should we order first? はいはい。でこれ今例えば英文を非表示にしているんですが、もちろんこう表示したり、あと和訳をつけたりね、することができます。で今ここにヒントが表示されていると思うんですが、本当に僕も最初はこういきなりフリートークで英会話するっていうのもちょっとねハードルが高いなというふうに思ったので、もうヒントが表示されてまずは英語を喋ることに躊躇をなくすっていうところからね、始められるんですよね。そういった点でもすごくやりやすい、使い始めやすいアプリかなというふうに思います。 I think we should try sushi first。 こんな感じ。Do you like raw fish or cooked fish? いや、わかんない。生魚か調理された魚か。いや、ちょっと弱いですね。I prefer cooked fish. It tastes better. That's a good choice. Would you like to try shrimp or eel? Eel ってなんだっけ？うなぎ。I would like to try shrimp, please. Goodbye.お、無事に寿司を注文して食べられたようです。ひたすらフランクに、会話をし続けるっていうことを目的に、話すことができます。で今話したところの、特に注目ポイントみたいなところを改めてレッスンで、学ぶこともできるんですよね。これ結構簡単な方ですが、コーヒーかお茶どちらがいいですか？ Do you want a coffee or tea?Do you want a coffee or tea? 夕食の後にデザートはいかがですか? Do you want a dessert after dinner? 今のは結構簡単な表現だったのはちょっと僕がですね一個文法をミスったからなんですけれども、そういった文法ミスから派生して、レッスンを組んでくれたりもしますし、また前とかには結構難しい慣用句というか文法表現みたいなのも、こんな感じでレッスンで後で改めて教科書的に学ぶことができました。本当にこれ毎日続けてるとだいぶ英語が自分に馴染んでくる感覚があります。僕自身まだまだ始めたばかりではあるんですが、ちょっとね継続的に使って自分自身への英語への抵抗みたいなのもなくしていきつつ、さっきはもう本当にシナリオ通りにこう喋っていったんですが、僕の方からもフリーにこうね英語を返せるようになっていけるといいかなというふうに思っています。
今後も自分の学びとしてね、使い続けていこうと思います。続いてはこの Spotify です。なんだよと思われるかもしれないんですが、結構僕最近ポッドキャストをよく聞くんですよ。で、まあ、これも一つのね、情報収集だし学びにもなるなというふうに思っているので、紹介させていただければと思います。もう番組単位で言うと最近は結構このスワンさんとタジーさんがやられてるドロンコラジオとかですね、いろんなキャリアとか人生経験の詰まったお二人なので、なかなかこう視点が違う話を聞けていいなとか、最近だとインプットに魔物が住んでいるみたいな話もなかなか僕は共感しつつも、あそういう視点もあるんだなっていう風な、理解が進んだ話だし、あとまあよく聞くのは、分解中毒という番組ですね。これもひたすらこう物事を言語化抽象化していくような、ラジオで、僕もねすっきりしながら話を聞いているような感覚があります。であとはですね、経営中毒とかですね、ここら辺は、まあ、別に僕は経営はしてないんですけれども、上の人視点で自分ってどう思われてるのかとか、今自分に降りかかっている業務みたいなのってどういう、こう扱い認識なんだろうみたいなのをまたこう別の視点でこう見ることができるっていう点でもすごく面白いなというふうに思って聞いています。KGI、KPI の話とかですね、ただただこう僕としてはこう仕事の目標として置かれるものなんだけど、置く側はどう考えてるのかみたいなところをちょっと探れてね、面白かったりします。僕はまあこのポッドキャスト聞いてみたいなというふうに思った時に、なんかこうテーマは自分に興味あるんだけど、この話している人たちとの立場が全然違うみたいなものから聞きに行くようにしています。そうすると、まあ、自分も分かっている物事について別の視点からこう掘り下げてくれるような感じがあって、比較的内容も分かるから聞きやすいし、そのポッドキャストの魅力にもこう触れやすいと思うんですよね。まあ、そういった意味で最近ハマってるのは今の3つとかかなになっています。これだけ聞くとめちゃくちゃ真面目に聞こえると思うんですが、もちろんそんなことはなくて、お笑い芸人のねラジオも結構聞いてます。まゆりかとか真空ジェシカとかですね、あとはまあハライチのターンとか、僕結構最近はながら作業的に、こういったポッドキャストとかの音声コンテンツをもう横から流しておいて聞き流すみたいなシーンも多いんですよね。こういった隙間時間を埋めてくれるっていうのは非常にポッドキャストのいいところだなというふうに思っていますし、その点で最近気になってるのはオーディブルです。ちょっとねもう一回ちゃんと試してみてもいいかなというふうに思っています。続いてはこちらノートです。日経電子版と同様に、これもウィジェットで置いていて、気になる記事があったら都度見に行くというようなやり方をしています。ここまで紹介してきたアプリも総じてなんですが、まあ、なかなかこう自分からは手に入れようとしない、触れようとしない学び情報について自動的にそういうところに触れさせてくれるアプリ、仕組みみたいなものを紹介しています。でこれも、その一つで、ノートって他の SNS とは全然こうアルゴリズムが違うというか、ランキングめいたものがあるわけではないし、ここに載っている注目記事もめちゃくちゃジャンルが多様なんですよね。なので、まあ、正直全然こう刺さらないものもあれば、思ったよりもこうめちゃくちゃ刺さる記事とかも結構あります。その点雑誌に近くて、本当に SNS では出会えないような主観に全振りしたような情報に出会えるんですよ。この18切符で行く、旅行記とかですね、まあ、こんな感じでビジネス的な、記事もあれば、本当にこう主観がめちゃくちゃ面白いような、本当にこう旅行記だとか、なんかキャリア、もう少しこうゆるい話とかも、本当に多様な皆さんのこうなんか心情のトロみたいなのが見られるので、ちょっとこう時間が空いたらパッと見に行ったりもしています。はい、ということで以上が僕が普段アプリとして使用している、まあ、学習学びについてのアプリでした。はい、ということで、まあもしかしたら、ね、基本的なアプリがいろいろと並んでいたかもしれないんですが、まあ、僕なりの使い方ということでね、細かくお話できたかなというふうに思います。僕がそういった学びみたいなところで一番大事なのって、暇つぶし感覚でやれるっていうことだと思うんですよね。先ほど紹介してきたアプリたちも、なんかこうやらなきゃやらなきゃというような意識では全くなくて、ふとこう暇な時に思い出したり、あ、なんか最近触れてないなと思って見に行ったりして、こうそこでいろんな学びを得てくるみたいなこう感覚があるので、そのくらいこうフランクにカジュアルに触れるアプリをいろいろと揃えられると、習慣づけみたいな点でもねいいのかなというふうに思います。
僕の主観全振りのお話はしましたが、ぜひね、皆さんの何かしらの参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルなどさまざまな動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。Thank you.